おい、あれは。一度倒してますし。でもなんかすごい威圧感よ。まさかパワーアップしている可能性があるってこと？やっぱ甘い考えだったみたいね。それでも勝つよ、絶対に。そうね、どんな相手だとしても必ず乗り越えてみせるわ。今度こそ終わらせようぜ。パパ、ママ、ありがとう。ゆいちゃんがそう思ってくれ。Yeah!
やったよ、キリト君。今、第一層の雑魚いのし。情けないわね。ここまで来たんだから、最後。なんてね。私も実のところ。みんな、お疲れ様。今は私がピナの肩に乗って休みたいかも。私も喜びで誰かに抱きつく気力もないよ。うん、私もダンジョンに数日こもったこと。さすがに疲れたわね。本当だよ、剣道の。やだ。どこかに避難しないと危険ね。あの光の中にいたのってホローのストレアだ。パパ、ホローのストレアさんは無事に転送されたようです。ホローのストレアさん、笑っていましたね。助けるっていう約束がちゃんと果たせたな。それにパパもちゃんと笑顔でお見送りができていましたよ。そっか、前は散々な顔だったみたいだからな。キリト、ホローの私を助けてくれてありがとうね。俺だけの力じゃないさ、ストレアもみんなも。私ももう一人の私も AI なのに、こんなにもみんなから思う。ホローのストレアも俺たちにとって大事な仲間だ。それに俺はどっちのストレアも普通の。私がプレイヤーと変わらない。前にアスナが俺に言ってくれた言葉が。ここで目に見えるものは全て偽物の。どっちのストレアも AI なのかもしれないけど、人を思うその心は、魂は。私はキリトもみ、この気持ちは、プログラムされたものじゃなくて。あ、それこそが本物の心ってことさ。そっか。さあ、最後のボスも倒して、あとは現実の世界に帰るだけだ。おめでとう。実に見事な勝利だったね。ラストバトル。ヒースクリフ。身構えないでくれたまえ。君たちに。詫びだと。ここまで何の説明もしないでいたこと。なぜそんなことになったのか。そして75層でキリト君と戦っていた時に発生したあの時、この世界を制御している負荷の要因の一つは、プレイヤーの負の感情に君たちがよく知っているであろうメンタルヘル MHCP 施策2号。こう、彼女はこの世界のプレイヤーたちが抱える負の感情に対処できず、次々やがて抑えきれなくなった膨大な量のエラーがカーディナルシステムの。ユイの言っていた通りか。そして負荷の要因のもう一つが、スゴー君たちに外部干渉という例外的状況の対応に、カーディナルシステムの処理。この二つの出来事が想定外の負荷を引き起こし、カーディナルシステムの暴走という非常事態により、私は自動的に管理。キリト君との戦いの最中に一刻も早くこのことを伝えたかったのだが、その後もこうして君たちの前に出てくるのにかなり。つまりあの時勝負は。そういうことになる。それにしても君たちには、本都合君の予想外の動きに対しても、君たち、やはりゲームの運営には想定外の事態がつきまとうものだ。当たり前だ。
これだけ人間が深く関わる。もちろんその通りだ。しかし私の思い通りになることもある。この後に及んでクリアさせないなんて言うつもりじゃ。それはない。これでもフェアプレーを心がけているつもりなんだがね。君たちは間違いなく百層のボスを倒した。本来の想定とは違うイレギュラーなボスではあったがね。もちろんイレギュラーだからといって君たちの勝利を取り消そうなんていう、そもそも最後のボス戦に遅れたのは私の方なのだから、改めて賞賛を贈ろう。クリアおめでとう、勇敢なる者たちよ。気に入らないな。数々の非礼は詫びよう。約束をたがえたのはこちらの責任だ。そうじゃない。あんたはさっき百層のボスは私が受け持とうとしていた。俺たちはこのゲームを SAO、 そのゲームのラスボスが、それはプレイヤーに対する裏切りって。もつまり君は無謀にもこう言おうというのか。今俺が心の中で思っていることを言えと言わ、とはいえもちろんみんなを巻き込むつもりは、百層のボスを倒したことは間違いないんだ。その後俺と勝負してほしい。ちょっとお兄ちゃん、クリアできたんだから一緒に現実。すぐ、すまない。今ここでヒースクリフを倒さずにゲームをクリアしてしまったら、俺は現実世界に戻ってもきっと SAO にし、心をアインクラッドに残したまま現実世界に帰っても。え、そんな。大丈夫、すぐよりほんの少し帰るのが。先に帰って夕飯でも作って待っ。いや、すぐ。お兄ちゃんとまた離れ離れになるなんて絶対に嫌。お兄ちゃんが残って戦うなら私だってそうする。何言ってんだ。俺も乗るぜキリコ、本当のラスボス倒して。私も乗るわ。この決着、ケリをつけなきゃならないのは。暗い、死の。私だってこのゲームにはここでしっかり終わらせないと。費やした時間が。私も残ります。キリトさんを残してキリトさんと一緒に現実に帰るんです。リズ、私も一緒に戦うよ。他の人と比べてキリトと過ごした月日は短いかもしれないけど、その中でも一番大切なことがこんな。うん、みんなが笑顔のハッピーエンドを迎え。大丈夫だよキリト君だって負けるつもり。それはみんなで心を一つにしたら絶対負けない。私たちって最高のパーティーメンバーだって、そう思わない？アスナ、やれやれ、保護者として俺も付き合う必要がありそうだな。エギル、みんな。うん、決意は固まってる。人の意志というものは本当に面白い。私はこの光景が見たくて SAO を作り上げたのかもしれないな。